フェスに来ていただいたお客様に対して鹿児島の素敵なお店をご紹介したいということで、今回はお二人が気になっている鹿児島のカレーのお店もご紹介します。ということで早速、VTR をご覧いただきましょう。まずはこちらです。ということで、タブさんと福永さんがインスタで気になったカレーのお店、最初にご紹介するのは鹿児島市新田にある稲妻です。オープンは去年の11月です。まあ、うちのカレーはもう、まあ、3種類のカレーっていうのを週替わりでやってまして、その3種類が、どう言ったらいいのかな、全部こう種類が違うような感じのカレーにしてあって、最後にこう混ぜてもらって1つのカレーになるような感じで一応イメージして作っているので、まあ、そこが特徴的といえば特徴かもしれないですね。これまで30年近く関西で飲食業に携わってきたオーナーが作るのは、およそ30から40種類の香辛料で作るスパイスカレー。週替わりで3種類のカレーがメニューに並びます。この3つのカレーが、こっちは例えばチキンでだしを取るとか、その取り方も日本食じゃなくて、いわゆるブロードって言って、フレンチの手法で取ったりとかしながら、最後に混ぜた時に混在となって1つの状態になるような感じを常にイメージしているので、それが合わさった時にちょうどになるように、常にこう毎週3種類変わるんですけど、その3種類を毎週毎週そのイメージで考えてこう組みはめてるみたいなところがあるんですね。お昼は限定30食、週末にはアルコールとともに限定10食のカレーと、夜も営業している稲妻。フレンチや和食の世界で料理を追求してきたオーナーが作る奥深いスパイスカレーの世界を楽しめるお店です。カレーの定義ってないと思ってるので、自分がカレーだって言い張ればカレーなので、飽きるような、スパイス1個しか使わなくてもカレーだし、30個使ってもカレーなので、その組み合わせ考えていくと、もう数がありすぎちゃって、もう全然分からなくなるくらい面白いし、例えば自分の中でレシピを起こして作っても、今日作ったのと明日作ったのと自分の中では微妙に違う時があるので、同じ量入れてるはずなのに、でも違う、今日の方が美味しかったり、あ、昨日の方が美味しいなと思ったりとか、そういうのがやっぱりやってて楽しい、楽しいですね。いや、まだ会ったことはないんですけど、ぜひ今度カレー食べに来てください。待ちます。俺ね、いつもね、ここ行こうとしてるん、行こうと何回かトライしたんだけど、その日に限ってしまってんだよね。カレー屋さんっまあ、去てそ年れあるあのるなん11です月よです。そうだ、今の、スパイスカレーの感じって、どうです？浩平君から見て。そうですね。ちゃまあ、んなと、かなかいいレベルなんじゃないかなって思おいいまおすい、が。どうしてお前が上からなんだよ。いや、相当うまい。大阪 で、本当ですね。なんかいろんな出汁の取り方とかやってるみたいに言ってましたよね。そう。もともと大阪から来てる方らしいんですけど、やっぱ大阪はスパイスカレー盛んですそうでかしらね。ょ？めちゃそう、めめちちゃゃ言うわれまているらと思しいよ。う。なんかかなりこだわってるみたいですね。なんか混ぜてね、一つになるのってすごいわかるんで、素晴らしいなと。だから最近、あいがけとかさ、あるじゃない。最後こう、全部混ぜて、だしがいっね、混じって。いやー、食いてー！ だからぜひ本当にもうコロナが収束して鹿児島にいらっしゃった時にはオーナーさんも待っねえ、て美味しまそうすでとおっしゃってたので、ぜすひね。行ってみてください。というかヘスこれまた TV で行きまたいたですロケね。で行きたいですね。で、出世中ももちろんさ、聞いてくれたんでしょ？稲妻カレーの方に、ヘス出店してくれるんですかって。もちろん聞いたんもだちよろんでね。す。何言ってるんですか、タブさん。当たり前だたよかがな。気にしなくても聞いてるに決まってるんでしょ。ごめん、ごめん、ごめん。なんかもう、まあ、出世ちゃんのことだから。忘れで、てた。忘れてます。おい、仕事しろ。おい しそうですね。で終わりました。だから改めてね、それこそやっぱり田部さん、福永さんが交渉した方がオーナーさんも喜ぶと思うので、そのために今回はしなかったんですよ。オッケー。ということで、また鹿児島に来ていただいて、3人でまた行きましょう。
ボリュームの部分をお気に入っていただいててるんで、